今日は紙コップ人形を6つ作るよ。これはね、ユニクロのチラシを切って単二電池に輪ゴムを貼るところ。別の動画で作り方を説明してるから、そっちも見てね。こうやって巻いて輪ゴムを貼ればまっすぐ歩くし、遠くまで進むんだ。セロハンテープは端から端まで貼るよ。両端をたるませたら、その両方に輪ゴムを結ぶよ。輪ゴムを二重にして滑り止めをはめるよ。100円ショップの 205ml の紙コップに切り込みを入れるよ。さっきの単二電池の輪ゴムを切り込みに挟むよ。20センチ引っ張って離すエンジンができました。最初はね、簡単なウサギだよ。もう一つの紙コップを使って耳と尻尾を作っていきます。作ったエンジンに2箇所切り込みを入れるよ。耳を内側から差し込んで、引っ張るとウサギらしくなったでしょ。尻尾にはみ出た輪ゴムを引っ掛ければ完成。トコトコ動くでしょ。前から見てみよう。次は色のついた紙コップでだるまを作るよ。だるまの顔はね、色紙で作ったよ。今日もでんぷんのりを使ったよ。うさぎの長い耳はしまっちゃおうね。目玉は貼って、太い眉毛と大きなひげは黒のフェルトペンで描いたよ。鼻は赤いフェルトペンだよ。金色の色紙を貼ってそろそろ出来上がり。3番目はペンギンだよ。僕はね、6種類の人形の中でこれが一番好きなんだ。ここが両方の羽になるんだよ。だるまがペンギンに変わっていきます。輪ゴムを通す穴を開けるよ。ほら、こうやって余った輪ゴムを穴から外に出すよ。輪ゴムの先に羽をつければ、ペンギンさんが歩くとき、羽が一緒に動くってわけ。
目はフェルトペンで描いて、くちばしをでんぷんのりで貼ればペンギンさんの完成だよ。動いてかわいいでしょ。4番目はイカ星人なのだ。我々の足は15本あるのだ。大きな目が自慢なのだ。だからペンギンより強いのだ。わかったか。5番目はお化けを作るよ。エンジンの高さを低くするよ。ガチャポンの入れ物を乗せるよ。その上にね、ティッシュペーパーをかぶせるよ。丸みをつけたティッシュに霧吹きを吹きかけてなじませるんだ。乾いたら色紙で作った目と口をティッシュに貼るだけだよ。これも簡単でおすすめだよ。6番目の最後はミイラ男だよ。トイレットペーパーの芯とティッシュペーパーを使って作るよ。髪を折り曲げて目と鼻と口を作るんだよ。ミイラ男の口にはね、骸骨の歯が残っているんだ。ティッシュペーパーでミイラの包帯を作るよ。ここでは1枚から8本作ったよ。向きが違うと裂けないから気をつけてね。でんぷんのりで包帯を貼っていくけど、貼る前から怖い顔してるでしょう。ミイラ男は砂漠にずっといたから、顔は骸骨だし、包帯もボロボロになってるんだ。だから僕がティッシュペーパーをうまく貼れなくても、気にしなくてもいいんだな。ほら、砂漠に何百年もいた感じになってきたでしょ？墓場から出てきたぞ。今日のまとめ。1、白い紙コップに長い耳をつければ簡単にウサギになりました。2、色付きの 205ml の紙コップをエンジンにかぶせればだるまもペンギンもイカ星人もできました。3、ティッシュペーパーに霧吹きすると乾いたらお化けができました。トイレットペーパーの芯にティッシュを貼るとミイラになったのも面白かったです。